皆さんこんにちは、須磨寺の小池陽人です。いつもご視聴いただきありがとうございます。さあ今日はですね、スペシャルゲスト、元ブルーハーツ現新社のドラマーであります梶原哲也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。どうもこんにちは。こんにちは、梶原です。よろしくお願いいたします。お願いします。いや嬉しいですね、随走録に梶原さんお迎えできるというこの喜び、ひとしおでございますけれども、今日よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、あのですね、この梶原さんに出ていただいたのは他でもない、お知らせも兼ねてということなんでございますが、このコロナ禍まだ続いてますけれども、ただですね、3年ぶりに須磨野音音楽法要祭を開催することが決定いたしました。はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。イエーイ。もうね、2年間、3年ぶりということですけれども、はい、このご説明しますと、須磨野音音楽法要祭というのは、そもそもは私と梶原さんとのご縁から始まった、もう唯一無二と言っていいんではないでしょうか、その音楽法要でございまして、またこの動画の中でも後でお話詳しくしていこうかと思うんですが、まずはですね、情報からいきたいと思います。今年令和4年の10月29日夕方6時から須磨寺の境内におきまして、執り行います。ぜひ入場無料でございます。ぜひぜひ皆様足を運んでください。で、駐車場がですね、確保できませんので、ぜひ山陽電車に乗って、公共交通機関を利用して足を運んでいただきたいと思います。ということで皆様よろしくお願いします。はい、いや梶原さん、今日はですね、野音の告知ということもあるんですけれども、はい、改めまして梶原さんと楽しく おしゃべりをしていきたいなと思うんですが、はい、はい、お願いいたします。はい、もう梶原さんといえば、もう先ほどもご説明しましたけれども、元ブルーハーツと、はい、ザ・ブルーハーツという、このもう知らない人はいないロックバンド、パンクバンドですかね、はい、そうですね、パンクロックといいますか、はい、とにかく、めちゃくちゃヒットしたバンドであると思うんですけれども、知らない人はいないと思うんですが、で私も実はギターをずっと小学生の頃からやってまして、恥ずかしながらバンドもやっておりました。はい、でやっぱり中学生の頃に最初にこうバンドを組むってなって、一番最初にこう練習するのがやっぱりこうブルーハーツなんですよね。おそうですか。やっぱこう3コードでこう弾けるっていうところで、リンダリンダとかですね。あ、なるほど。やっぱりこの、簡単って言ったらちょっと語弊がありますけれども、こうシンプルですよね、演奏が。はい、でまた疾走感があるし、ライブでやれば盛り上がるしっていうので、やっぱり最初にコピーするのはブルーハーツっていうの、これも大体決まってましたね。だからこのブルーハーツの方とまさかお坊さんになってからご縁ができるとはちょっと私もびっくりしてるんですけども、バンドやってる時にご縁があったらもっとすごかったのですけども、もう私はもう全く誰にも知られないようなバンドをやってましたけれども、でもね、本当にすごいいい曲が多いんですね。どうですか、やっぱりその先ほどお聞きしましたけれども、実質その10年間の中で梶原さんが入ったのが、活動1年目ですか、1年過ぎた。そうだ、85年結成で、85年結成、86年に私が加入しまして、86年生まれなんですよ、私が。本当に、私が生まれた年に梶原さんが、ブルーハーツに入団っていうか入ると。はあ、本当ですか。でそこで、いやちょっと知りたかったのは、そのあれですか、そのドラマ前のドラマーさんが脱退されて、そうですね、でドラムが募集してたわけですね。そうですね。で名乗りを上げられたと、はい、まさにそんな感じでもう東京のライブハウスシーンっていうのは、はい、大きいようでちっちゃいんですよ。はい、でもブルーハーツっていうバンドがいてみたいなところで割と有名だったんですよね。はい、もうその頃からメジャーデビュー前から、はい、そうですね、ライブハウスシーンではもう有名で、はい、でそのバンドのドラムが辞めたっていうんで噂に入って、はい、割とざわついてまして、次誰が入るんだみたいな
あで私のバンドも自身のバンドも、はい、ちょっとこう煮詰まってて、はい、はい、でなんかちょっとこうジャーブル初の、まあ、オーディションではないんですけどもね、ちょっとしたセッションをずっといろんな人と繰り返してて、はい、そのセッションにちょっと行ってみるかみたいな話で、ブルーハーツのセッションに参加して、やったらもう1曲2曲でパーンと決まっちゃって、はい、もう不思議な、君いいねみたいな感じで、ね、あのね、まあ後から聞いたお話だと、はい、カウントがあの、はい、曲の始まりって、はい、ワン、ツー、スリー、フォーって言って始まることが多いんですけど、ありますね、そのカウントの声がでかかったっていう、それが OK というか合格の理由でございます、私の声がでかかった、まさかの、あのドラムテクニックではなくて全然カウントの発声が良かったと、はい、もう全然でございますテクニックではなくて、いやでもなんかその理由がまさにあのバンドのなんかあの勢いを示してますよね、うそうですね、まあ、どこを大事にしてるかみたいな、ね、魂というか勢いを大事にみたいな、うん、そうですね、ところなんですかね、勢いのままもう今でも生きてますが本当にいやいつもねもうドラマーの方に会うと聞きたくなってしまうんですけど、なぜドラムを選んだんですか。おいやだってギター、まあ、私ギターから入ってるギターからというかもうずっとギターなんですけど、はい、まあ、ギターはなんか父親が弾いてたのがなんか家に転がっててみたいなところからご縁があるじゃないですか。ドラムって家に転がってないじゃないですか。そうですね、うん、あのドラムセットがある家ってないじゃないですか、はい、どっから入るんですか。あのね、ビートルズが、はい、はい、私入り口なんですけれども、私もビートルズが入り口なんです。わー、いいですねビートルズの、その頃なんかリバイバルブームで、はい、テレビで映像が NHK で流れたりとか、いろいろしててそれの映像を見てですね、はい、もうすごいかっこいいなと思って、でこの曲ね、まあ、中学校時代ですけれどもね、この曲知ってる、この曲知ってるって、はい、何曲かなんか知ってる曲もあったりして、はい、でその映像を見た時にですね、私はドラムが一番かっこいいと思ったんですか。ドラムが一番かっこいいと僕は思ったの。フロントマンじゃなくて、そう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 、歌ってる、そう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 、じゃなくてこう後ろでこうリズムを刻んでる、叩いてるのがかっこいいと。だからドラムがかっこよかったのか、リンゴスターがかっこよかったのか、あ、まあ、両方なんですけれども、僕はそうだったんで、その質問がそうか、いや私ビートルズも大好きで、はい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 、やっぱりこうフロントのジョン・レノン、うん、ポール・マッカートニーがいて、うん、でやっぱ男前なのはジョージ・ハリソン、そうね、男前じゃないですか、うん、あ、でリンゴですかなぜですかね、そうね、後からそう言われてみると、客観的に見るとちょっと不思議だなと思うんですけど、やっぱね、ドラムが一番かっこいいなっていう、いや今だとやっぱドラムのかっこよさってやっぱりすごい分かるんですね。バンドとかやって、うん、このリズム隊、ベースもそうですけど、リズム隊のなんかこうグルーヴが出るのはね、やっぱりこうリズム隊だなと思うんで、はいはい、かっこいいなと思うんですけど、入り口がドラムっていうのはね、やっぱりそう、あのちなちなみに、なんか余談ばかりであれなんですけど、ビートルズで一番好きな曲ってちなみに何でした？ああ、もうそれこうつけがたいんですが、はい、いやいやそうだと思いますけど、よく聴く曲っていうことであれば、はい、ね、ラバーソウルに入ってる、はい、In My Life。 あ僕も In My Life が1番か2番かに好きなんですよ。いい曲ですよね。いい曲なんですよ。で私はね、そのインマイライフかどっちかなって思うのが、うん、アデインザライフっていう曲で、これねぜひ聴いていただきたいんですけど、前半部分はジョン・レノンの曲なんですよ、うん、で中盤ポール・マッカートニーの曲なんですよ、うん、これそれぞれ別々に作った曲を合体させた、ね、はい、ですごいのが最後またジョン・レノンの曲に戻るっていうですね、うん、びっくりする構成の素晴らしい曲なんですけど、はい、いやすいません、なんかビートルズ語るとその話になっちゃうので、ちょっとここら辺にいいですね、はい、止まらないですねいやでその、まあ、梶原さんが入られて1年後にメジャーデビュー。そうですね、86年加入で87年にメジャーデビューしましたね。メジャーデビュー、はい、でリンダリンダ。そうですね、その前からもうライブハウスツアーはガンガンやってるんですけれども、一応87年デビューですね、はい、でリンダリンダでもうかなりもうそうですね、ヒットしてっていう、なんか、うん、ライブハウスシーンではもう本当に盛り上がってて、あ、はい、まあ、こんな感じで一生行くんだろうなみたいな感じで、はあ、はい、もう汗をかいて流す、汗をかいて生きようみたいな感じで、うん、いやー素晴らしいもう、まあ、YouTube とかでね、私もブルーハーツのライブ映像とかねよく見てましたんで、うん、まあ、すごい盛り上がり方というのは、まあ、映像を通して
私も感じてましたけども。そうですね。いやでその梶原さんがですよ、はい、その神仏への祈りっていうところを、うん、今ものすごい大事にされてる、はい、まあもう本当ひしひしと、まあ、あの感じてるわけなんですけれども、そのそれは昔からなんですか、その神仏への祈りというのは、うん、まあ、例えばご両親がそういう熱心な信者様だったとか、うん、そういう、そういう神仏とのご縁というのはどこなん。そうですね、うちの両親は本当にもう普通のサラリーマンなんで、サラリーマン家庭なんで、はい、別にそういう信仰とか祈りとかいうのはなんかそんなになんですけれども、私けどね、もうなんか小学校中学校の頃からはもうなんか神様仏様が中学、まあ、ちょっと、はい、大好きと言ったらちょっと不敬かもしれませんけれども、その神社にお参りに行ったりとかお寺にお参りに行ったりっていうのをもう中学校の頃からしてたってことですか。いや具体的にまあそこまでは行ってないんですけども、なんかやっぱりこう目に見えないものを信じてるとか、なんかそういうものが大事なんだろうなっていう感覚はすごいあってですね、まあ、だからロックをやってるっていう自分と、うん、まあ、ロックが好きだっていうね、うん、中学校時代ですと、はい、自分とまたちょっと別な感覚で、はい、なんかこう神仏に対してなんかこう信仰というか祈りがあるみたいな、はい、のはありましたね。なるほど。でもそれはまあブルーハーツやってるもうガンガンにこう、うん、ライブを重ねてる時は別に一致してるわけじゃないんですよね、その祈りと演奏っていうのは別に、うん、そうですね、意識的には。そうですね。でそのまあブルーハーツが10年間の活動を終えて、うん、解散した後に、うん、その今の梶原さんというのはもうまさに演奏と祈りが重なってるなと私は感じますし、まあ、あのご自身でもおっしゃっておられましたけれども、それが重なったなんかこうきっかけみたいな、そういうのあるんですか。ですね、これがですねやっぱりなんかこうパンクロックでうわーとか、はい、ザーとかいう自分とその信仰をね持ってこう、はい、祈りっていうのとなかなかこううまく整合性がつかないというか、なんかこう一致する部分がなかなかこうはっきり分からなかったんですけれども、まあ、確かにそういう自分がいるっていうのは確かですよね。でブルーハーツ回ってる頃はもう忙しかったですから、そういう神社仏閣にお参りするっていう機会はやっぱりこう限られてて、はい、でブルーハーツが一段落してから、でだいぶこうスケジュールも自分で調整できるようになって、他のバンドに入ったりしてたんですか、その解散後。そうですね、お誘いいただいたバンドのいくつかには入って、演奏も続けながらしながらですね。はい、でもまあそのブルーハーツの頃よりはちょっと余裕が出てきて、そうですね。でまずあの全国の神社を、もう全国の神社を回りまして、これもやりたいと思ってたことなんで、もうどこですかね、宮崎から、はい、島根から、はい、大和ここら辺とかですね、もういろんなところを回りまして、でまずなんか神様系のことがなんかいろいろ自分の中でこう、なんていうんですかね、入ってきてですね、はいはい、で仏様のこともやっぱりいろんなお寺さんにお参りさせていただきつつ、はいはい、でお寺さんはどっちかというとけど極洋のことがやっぱり多いの で、 そうです、ね、歴史とともになんか、そのお寺にお参りするっていうことが多かったですかね、はい、でそういう中でその奈良の高鴨神社様という、はいはい、神社様がございまして、ええ、そこでですねちょっといろいろお話しているうちに宮司様が、はい、ドラムでご奉納演奏をやってみますかっていう、はい、いやまあこちらがそういうことって可能でしょうかっていう、はい、提案をさせていただいたらですね、はい、じゃあちょっとやってみますかみたいな、返事をいただきまして、はい、まずはお月見の会みたいなところでちょっとドラムでやらせていただいてですね、ドラム一人だけですか。その時はもう一人ですね、はい、まあ、お月見の会って割とこう柔らかめの行事だったんで、はいはい、そこでちょっとドラム演奏もさせていただくみたいな、へ、はい、ことから始まってですね、はいはい、自分でもそのドラムでなんかこう和太鼓とかならね、そうですね、イメージはありますけど、ありますけどもね、ドラム方の演奏ってあまりなかなか聞かないですよね。そうなんですよ。だから自分自身もねドラムで何ができるんだろうっていうところから、まあ、はい、いろいろこう考えてですね、うん、まあその神話にのっとったなんかところのある部分をちょっとこう曲にさせていただいて、うんうん、でまあドカドカドカっていう感じはもう
変わらないんですけれども、そういうところをなんかフューチャーしてですね。なるほど、はい、でその情景を自分の中に落とし込んで、うん、こう音にするっていうことをやらせていただいて、そこからなんかこの演奏と祈りっていうのが重なり始めるってことですね。そうなんですよ。あ、これ一緒なんじゃないかっていうことですね。そうなんですよ。あ、やっぱりそのコンサートホールとかライブハウスとか、はいはい、ではなくて神社様でやらせていただいたとか、はい、それに神話に即した曲を自分で作って、うん、それにやらせていただいたとか、うん、まあそういうなんか環境の変化とか状況の変化とか、うん、そういうところで自分で一つ一つこう納得いって落とし込んでいけたっていうのがすごく大きいんじゃないかと、うん、まあこのドラムっていうのは西洋の楽器になるんですかね。ですけれども、はい、まあもともとその日本の奉納、うん、まあ、いわゆる芸能ですか、うん、芸能っていうのはほとんどがその神仏に捧げるためのものだったということを考えると、うん、それがまあ西洋の楽器ではあれ、うん、それが重なり合っていったってことですね。そうですね。そこがですね、もう本当にまさにというところなんですけれども、うん、やっぱりこのエンターテインメントというのをですね、うん、その日本語に訳すとやっぱ芸能って芸能ですね。でそれはもうやっぱり神仏と表裏一体であるというふうに理解しておりまして、やっぱりなんかこう神様仏様上からのメッセージをあの歌であるとか舞であるとか、うん、まあ太鼓とかの演奏に置き換えて皆様に分かりやすく伝えるみたいなことが芸能者の役目だったんじゃないかなっていうふうにまあなんかこう感じてですね。なるほど、はい、でこうドラムでもそれは気持ちがあればできるんじゃないかっていうところでちょっとチャレンジさせていただいて、でそれを理解していただく周りの方がいてですね、うん、なんかありがたいことになんかこうご法の演奏が始まったっていう感じですね。それであの今回のですね野音、まあ、ずっと野音出ていただいているのが梶原さんが率いる新社というグループなんですね。でこれは梶原さんのドラムと和太鼓と津軽三味線とそれから舞、まあ、舞踊っていうんですかね、はい、あの日本の舞ですね、まあ、このグループなんですよ。でこれドラムと和太鼓っていうのがまた異色なんですけれども合うんですね。でその4人の出会いっていうのはどこからどこだったんですか。そうですね、これがですね、ええ、またあの神社様なんですけれども、はい、はい、奈良に、生駒大社という神社様がございまして、そこの夏祭りで、私出演させていただいて、でそこにもうずっと出演しているのがあの連風のお二人で、ね、はい、でそこでなんかこう共演して、うん、なんかこれはいいんじゃないかみたいな話になってですね、でさらに新社のきっかけになったのがですね、熊野の那智大社様、那智大社、はい、はい、那智の滝の前であのご法の演奏をあのさせていただけるっていう機会に、はい、恵まれましてですね、あの滝の、そうなんですよ、あそこで、はい、でその時にですね、じゃあこれはちょっとそのために何かこう一つ作らなきゃっていうところでですね、うん、踊り子のゆっこさんと、はいはい、あともう一方あの和太鼓の方がいたんですけれども、はい、新社というのを作ってですね、なるほど、はい、那智の滝の前でご奉納させていただいたっていうのがですね、新社の始まりですね。まあこのですね新社の演奏がまあ圧巻です。もう本当に心震える、魂が震える演奏ですね。もう本当にそこにはやっぱり梶原さん今おっしゃっていただいた神仏への祈りっていうところが、まあ、音になって、表現されているからだと私は思ってるんですけれども、でこの野音のきっかけはですね、まあいろんな各地で奉納演奏されていたわけですね、梶原さんは。で淡路島の護国寺様だったと思うんですが、あの真言宗のお寺です、私の先輩のお寺で奉納演奏をされた時に、まあ、私がお世話になっている、ある先輩僧侶の方がですね、その、 あの催し法要に参加されていたわけですね。でそれでその法要の後に、まあ、須磨寺にお手伝いに来ていただいたときに、その先輩から、まあ、私がずっとバンド活動をやってたり音楽が好きだということをね、その先輩知ってくださってて、でもう須磨寺でやったら面白いんじゃないのっていうふうに言ってくださったんですよ。であそれどういうことなんですかって聞いたら、お聞きしたらそのブルーハーツのドラマーの方がっていうことで、もうそこでなんか一気にテンション上がってしまいまして
ブルーハーツの方とお会いできるんですかみたいな形で、それでその先輩がつないでくださって、まあ、梶原さんとね対面させていただいて、で梶原さんはやっぱりこう梶原姓というところもありまして、源平というところにすごく、まあ、思いを持ってはったわけですね。でうち須磨寺東山はですね、源平ゆかりのお寺でございまして、まあ、平野敦盛さんの菩提を弔うお寺でございますし、そして源平一の谷の合戦では源氏方の陣地だった場所でもございますので、まあ、この地で平和への祈りというその祈りを捧げる音楽法要ができないかという思いを、熱い思いを聞かせていただいて、で私もそれは素晴らしいなと思ってですね、でどういう行事にしようかなって思った時に、まあ、相談したのが今撮影してくださってる山端さんなんですけども、山端さんがもういつもねブレインとなってこのイベントをですね、まあ、イベントというか、まあ、我々にとっては催し、まあ、法要なんですけども祈りを、なんか唯一無二のそういう催しにしたいなっていうことで、うん、じゃあただ法の演奏するんではなくて、我々僧侶も祈ることがそれは本業ですから、では僧侶の祈りの度胸と、それから信者さんのこの演奏と、そしてこの須磨寺には一弦須磨琴という伝統楽器があると、でこの楽器も含ませ、そして、まあ、神戸でですね活躍されている、まあ、ラジオディスクジョッキー、サウンドクルーの中野浩二さんを、まあ、山端さんに紹介していただいて、中野浩二さん、まあ、いい声ですよね。そうですね、まあいい声ですよ。もうそのいい声でこの平家物語熱盛最後を語っていただいたらいいんじゃないかというアイディアがありまして、でそれをお願いに上がりまして、ですからこの法要というのはですね、中野さんの語りから入るんですね、うん、でそのもう時空がですね、もうこう源平合戦のその舞台にこう我々をいざなっていただいて、でそこから僧侶が入ってきて、その源平一の谷の合戦で、散ったその戦士たちの供養であったり、あらゆる戦争で亡くなった方々の供養であったり、そういう平和への祈りのお経をあげ、その後に信者さんの、まあ、演奏ですねがあり、そして最後に須磨琴も含め全部が重なり合う般若心経の大合唱になるんですね。でこれがですね、まあ、いわゆるその奉納演奏というか、その演奏、梶原さんのねブルーハーツのあのドラムを聞きたいって聞きに来てる方が、コンサート感覚で来られる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、普通のコンサートではありえない空気感なんですね。それ なぜかというと、皆さん一緒に唱えてくださるんですね、うん、普通のコンサートはねただ聞くだけですからね、こう演奏をこう楽しんで聞くだけですけれども、うん、夜音の場合はもう最後の般若心経光明心経の時に、もう当然僧侶も大声で唱えますけれども、客席というか参拝者の方も必死になって祈る。そうするとそので最初にやる時にですよ、こう、まあ、400人ぐらい来てくださったら嬉しいなって言ってたんですよ。で蓋開けてみたら2000人の方が来られてですね、ちょっとっていうですね、もう見渡す限り人みたいな状況になって、でその2000人の大合唱っていうのは私 もう今まで経験したことがない世界観で、もう祈りがこう渦 のようになって、もう祈りのね、このなんていうんですかね、あそこにしかない、あの時しか感じられない、まあ、空気感といいますか、だったと思うんですけど、梶原さん、その最初の夜音、はい、まあ、からまあ5回今回6回目ですけれども、はい、どうでしたか、その法の演奏されてみて、須磨寺での、はいはい、その今祈りのこう、うん、2000人の方のエネルギーという話が出ましたけれども、うんうん、その例えばブルーハーツで、武道館でやった時ですね、武道館、ねえ、あそこでこう最後リンダリンダってやった時に、はいはい、もうエネルギーの渦がうわーっとなってそのまま武道館がなんか宇宙に飛び立つんじゃないかみたいなそれぐらいのエネルギーがぶわーっとこうなるんですけれども、まさにそういうことですよね、はい、もう般若心経の祈りの皆様の心のエネルギーで
もう渦がバーッとなって、要はあとはそのエネルギーをどういうフォーカス、どこのベクトルに向けて向けるかっていうことだと思うんですよね。で、須磨野音のご参拝の皆さんはやっぱり祈りの心っていう祈りのシーンとかそういうの慣れてらっしゃるから、はい、やっぱりこうそういう神仏、その亡くなった方、源平の皆さんとか、そういうフォーカスの仕方がスッと多分行くんだと思うんですよ、はい、分かりやすく仏様とかいうふうに源平の集まりこうとか、スッとこう気持ちが向くんだと思うんですよね、はい、でそのこう、もうこういうエネルギーはもうどこも、なんかいろんなところであると思うんですけども、もう阪神甲子園球場でもぐーっとあると思うんですけども、須磨野音においてはそのエネルギーが祈りとなって神仏へスッと入っていくっていう、このなんかやっぱりフォーカスの仕方とか、そのベクトルの向き方とかっていうのがもう御法の演奏であり、もう須磨野音であり、もうこれが本当に素晴らしいと私は感じます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当にもう皆さん参加したくなってると思うんですけども、はい、お待ちしております。そうですね、で今年はですね、まあやっぱり長引いている戦争があります、やはり。でやっぱりね、こうどうなっちゃうんだろう、そのコロナもそうです、でこういう戦争もそうですし、いろんなそういう事件、いろんな痛ましい事件が続いてます。でその世の中でなんか不安なんです、みんな不安だと思うんです。でそれはなぜかというと、未来どうなるかわからないという不安だと思ってるんですね。でもそれはもう仏教の教えから言えばそういうもんなんだっていうことなんですね。つまり未来は分かんないんです、誰にも。今しかないんです。でも未来の不安は今にやってくるんです。でもその今の不安をどうしたらいいかっていう時に、私は祈りの力というのが必ず支えとなると思ってます。それは感謝の祈りですね。今あること、今ここに自分がいること、自分大好きな人がいること、そういう感謝の思いを祈りにする。祈りって何ですかって言ったら感謝だと思うんです。で感謝の心で祈った時に安心というんですけれども、不安が軽減されると思うんですね。それで不安なく、まあ不安は全く解消されることはないでしょうけども、不安を抱えながらも一歩ずつ力強く歩めるんだと思うんですね。で私はこの戦争反対、そして平和を祈るっていう機会があるようで少ないなと感じてます。みんなで心一つに平和を祈る、この世界中から戦争がなくなり、人と人が殺し合うことがなくなり、そして人と人が、尊ぶ、和合するという、そういう祈りをこの1年に、まあ、毎日祈ってるわけですけども、みんなと一緒に祈る機会というのをこの野音で気づきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん の, お祈りもお借りしまして、その祈りを仏典に届けたいと思っておりますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。最後に梶原さんからも視聴者の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、ですね、その本当に戦争という痛ましいことがですね、現在進行形で起こっておりますけれども、宗教者と芸術家はですね、もう理想を口にしなければいけないというか、この宗教者と芸術家がですね、理想を口にしなくなったらですね、誰が理想の世の中を築いていけるというか、引っ張っていけるんだっていう、そういう言葉を私聞いたことがございましてですね、その音楽とかですね、こういう時にやってていいのかみたいな問いかけもあるかもしれませんけど、私はですね、信念を持って大いにやるべきだと思っておりまして、それには感謝、その平和に対する祈りがですね込められていればですね、どんどんやってですね、皆様にその心を共有していただきたいと思っております。はい、そういう機会にですね、須磨野音がなればと思っておりますので、どうぞお越しくださいませ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。梶原さん、今日は貴重なお時間いただきまして、はい、ありがとうございました、はい、そして10月29日どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、では皆さん、今日はご視聴いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。